続いて第3組のスタートです。ホームからキナンミュールキング .com カラミミユコ、そして綾子とヨガ豊川綾子の出走です。現在までの1番時計、先ほどの石井弘子 4.7 秒533でした。カラミさんまた勝てたねな、これ。さあスタート若干ゆっくりのスタートになりましたカラミミユコですが、西日本実業団では優勝しています。豊川綾子、西日本実業団、東ともに、今回出場はしていませんが、さあこの辺りどのようなタイムを出してくるかというところ、42秒でが福川、さあ最初の突っ込み豊川綾子若干リード、3秒ほどのリードです。時計は1分を回っています。さあ1分1秒のスプリット、ダックが豊川綾子若干のリードの状況変わりません。 2,3 秒というところからリードを広げています。1キロのスプリットに入ります。1分20秒豊川綾子。さあこの辺りからペースを上げてくる、から耳横1分25秒のスプリット。さあここまでのペースでいきますと、最初の1キロの入り、ここまでの、タイム1番時計を十分に狙える、そんなスプリットで1キロ入ってまいりました。現在リードは豊川綾子、バック側からスタートしています。さあこのペース変わりません。大体時速アベレージで45キロペース。さあ時計2分回ってきます。さあ2分ちょうど、ここまではペース変わらず、さあこの辺りでいきますと豊川綾子、このままのペース維持できれば4分を切ってくることは十分に可能。さあ2分20秒から21秒、ここで若干さあ少し、終盤に向けてリズムを整えてこようというところか、から綾子は2分25秒ペース。さあ2キロのスプリットはどうだ、2分41秒を刻んできた。さあ4分を少し超えるかという、3キロの予想タイム。さあそしてカラミミユコ2分45秒、その差は変わっていません。現在のところ3秒あるいは4秒という、その差になっています。現在リードは、バックの方からスタートいたしました豊川綾子、さあそして時計は3分を回ってきました。1秒1上げろ。さあここで少し、上げてこようかというところか、3分2秒を刻んできて、さあ続いてのスプリットがやはり3分20秒を少し、さあ超えてくるか、4分を切るのは難しいか、3分24秒を刻んで、さあ 両者とも、ここからが残り1キロを過ぎてからは踏ん張りどころというところですが、3分27秒から耳横刻んでいます。さあ4分を切ってくるのは豊川綾子、ちょっと厳しくなってきたか。さあ残り1周に入ります。時計は3分さあ45秒を刻んでくる。4分5秒ペース。さあ1番時計は現在のところ4分7秒だが、このペースでいけば1番時計更新というところだ。豊川綾子4分5秒がターゲットタイムになってくる。まもなく残り半周、時計4分を回ります。さあバック先にゴールするか、4分6秒858、1番時計4分6秒858、そしてカラミミヨコ4分8秒836です。キナンニュールキング .com カラミミヨコ4分8秒836、4分8秒836、綾子豊岡、豊岡綾子4分6秒858、4分6秒858です。